ラズダわお、皆さんこんにちは、ラズダのベイアンです。林優香です。はい、こんにちは。こんにちは。優香さん、今日はね、このシリーズ始まったら僕ね、ぜひちょっとこれだけはご紹介しておきたいなっていう、何ですか？あります、こちら、これ知ってます？これブルーベリージャム、島大農場ジャム、島大ブルーベリージャム、島根大学の農場でできたブルーベリージャムなんですけれども、これね、ほんと美味しいんですよ。へー、ちょっと一回使い出したらこれじゃないともうブルーベリージャムはダメだっていうぐらいになっちゃいかねない。シンプルにね、食パンでね、はい、食べてみると一番美味しいですね。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。面白かったですよ。前回は別にね、そのなんかこうストレス社会、僕がストレスを与えてる。いや、あれはね、僕はどうしてます。面白かったですよね。まだ割れます。さあ、じゃあ、ゆかさん、このね、ブルーベリージャム早速、これね、ほんとね、いいですか？いいです。もう他のブルーベリージャム、食べれなくなる。なんかちょっと緊張してきますね、そう言われると。これ、食べた。ほんとに。すごいいいですね。これ、ブツって言う、ブツって言ったらあれかもしれないけど。ダメダメ、じゃあブツって。お前、ちょっと、こんな。これすごい。果肉が大きい、ね、大きいでしょ。だってほら、ブルーベリー丸ごと、ほら、そう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 、ダメだ、間に合わんわ、ブツだもん。どうですか？うん、いや、もうね、うん、そのまんまブルーベリー食べてるような感じ。へー、いただきます。うん、あ、美味しい。わかる？うん、ちょっと他のブルーベリー、違う違う違う、全然違う、全然違うでしょ。うん、他にもね、あのいちご、ゆず、りんご、4種類、販売されてます。道の駅本庄で買うんですけれども、うんうんうん、ぜひちょっと一度あの皆さん食べてみていただけないかなと。もう多分結構一口でね、なんかね、はっきり変な甘さじゃないんですよ、違いがわかる。うん、全然ブルーベリージャムかな。うん、おいしい。ウィーンなんですね。本当に上品だったら多分スプーンでこうやって。なんでなんで。どうしたどうした。何やってんすか、ちょっと。全然わかんない。いいですね。ありがとうございます。